皆さんこんにちは。あると便利、いやむしろないと困るツナ缶。今回はそのツナ缶を使って簡単にできるおかずに挑戦したいと思います。お料理を教えてくださるのは K キッチン代表で料理研究家の亀田恵子先生です。先生どうぞよろしくお願いします。お願いします。先生今回はツナ缶を使っておかずということなんですが、どのようなレシピなんでしょうか。はい、かぼちゃとツナの煮物、それからちくわのツナマヨ焼き、そしてきゅうりの甘酢サラダをご紹介したいなと思っています。はい、今回もとても簡単なんですよね。いや、そのツナ缶の魅力というと。そうですね、ツナ缶はね、鶏のささみに匹敵するぐらい高タンパク質、それにプラスしてマグロからできているのでお魚の DHA が入ってるんですよね。だから私たちの食生活にとっても有用な栄養がたくさん入っています。上手に使って、それから旨味が詰まっていますよね。だからそれを上手に食品に引き出していったお料理にしたいなと思って組み立ててみました。はい、ではまずはですね、そのツナの旨味をたっぷり使った煮物から作っていきたいと思います。さあまずはツナと相性がいいかぼちゃの煮物を作っていきます。先生これって本当にだしがいらないんですね。そうなんです、かぼちゃ炊く時ってお出汁を出したり、または風味調味料と一緒に、まあ砂糖、甘みと醤油と一緒に炊きますよね。それが出汁取らずにこれで出汁の香りはしちゃうのよ。おー、いいですね。で砂糖醤油で煮含めてちょっとごま油足したりするとね、風味がよく煮物油も入ってるでしょ。本当ですね。これはね、油の入った方のツナ缶を使うのがポイントですね。はい、本当にこれだけで、はい、さらに美味しく仕上がると。はい、では材料ご紹介しますね。かぼちゃ、ツナ缶、そうですね。そしてお水、で酒、みりん、砂糖、醤油をご用意ください。では下ごしらえからしていきましょう。はい、下ごしらえはかぼちゃです。はい、かぼちゃは2センチ角ぐらいを目処に切ってもらいます。そうですね、外側の皮の緑のところがボコボコしてたらちょっとこうなんて削ったりすると美味しそうに見えると思います。はい、はい、あとはねもうそのままです。はい、ではね準備しますよ。はい、まずお水、お水なんですが、はい、半分ぐらい入れて、はい、であと調味料入れてください。はい、ではまずいきますね。はい、お酒です。お酒、はい、そしてみりんです。はい、そしてお砂糖です。お砂糖ね。はい、そしてお醤油。はい、はい、はい、お醤油です。はい、でここへねかぼちゃをいただきます。はい、かぼちゃくださいね。もう、はい、いいですか。入れますね。はい、でね実はかぼちゃの大きさと、はい、それからお鍋の大きさによってこのお汁がどのぐらいかぶるかってやっぱり違うでしょ。うんうん、はい、で、そうするとだから今ちょっとこのぐらい水分のこれ見てちょうどいいと思います。かぼちゃがほぼこう使ってる感じですよね。使ってる。だからちょっともうこのまま水分をこの分の水は残しておこうと思います。うん、はい、あとはねツナ缶を入れてください。そうですね、だしの元になる、はい、この油ごと。そうはい、いきます。ツナです。はい、入りました。はい、では最初このままで煮立たせて、それから落とし蓋をして煮込んでいきたいなと思います。はい、京子さん炊き上がりましたよ。おお、本当だ。もう煮汁がほぼなくなるほどでね、最初はねだからこの蓋をして10分ぐらい、あのこのねこのなんて落とし蓋を倒して10分ぐらい炊いた、はい、そうすると炊けるので、あとはお汁残すかどうかはもうあのお好み次第で、ちょっと今回はこんな感じで、はい、ほぼこ焦げる直前まで煮含めてみました。はいはい、いやもう先生炊いてる間からもういい匂いだったでしょ。香りでしたよね。うん、あツナをあのサラダとかでね、かぼちゃと、あそうそうですね、食べますけど、はい、こんな風に煮物にするの初めてなので、うん、いやちょっと新しい。美味しいよとかね、美味しいよ。そうです。でちょっとこういう風なタレを上からかけましょうね。こんな感じどうでしょうか。ツナの持つこの、はい、オイルな感じが、そうそう、いい感じでしょ。はい、はい、仕上がりました。どうぞ。
ツナと相性のいいかぼちゃの煮物、じっくり味わってみてください。続いてはちくわと合わせて楽しみます。先生、これはもう当てにもぴったり。そうなんです、美味しいんですよね。ちくわの溝の中にツナとチーズとマヨネーズを合わせたものを入れて焼きます。もう好きな味付けですよ。好きなものばかりでしょ、はい、おつまみとかおかずもいいし、はい、お弁当に案外便利なのかな、はい、もう少し小さく切ってお弁当にすると楽しんでないかなと思ったりします。はい、では材料ご紹介しますね。大きなサイズのちくわが2本、そしてツナ缶、そしてピザ用チーズですね、マヨネーズ、あとは彩りに青のりとそれから一味唐辛子を振って仕上げます。まずちくわを切っていきましょう、はい、ちくわを半分の長さに切って、はい、から縦半分に切ります、はい、この溝の中に詰めていくんですね。詰めていきます。なぜかしら長さが違うように見えるんですが目の錯覚です。で、京子さんね、中に詰めるツナなんですが、はい、そうですね、もう一回ちょっとこう絞ってもらってあるんですが、ちょっとこう油分もう一度取ります。しっかり油と取るんですね。そうそうそう、油取れますね。そうそうそう、ずるずるずるっとしちゃうので、ここにマヨネーズとチーズを入れて一緒に混ぜてください。はい、ではいきますね、はい、マヨネーズです。チーズももう一緒に入れて、一緒にも混ぜてください。混ぜるんです、ね、はい、どっちの方が仕事しやすいかな。はい、マヨネーズ、チーズですね。うろうろしてました、はい、チーズ、はい、入りました。はい、誰もが好きな組み合わせって思ってしまう。そうですね、もうツナマヨは本当に美味しいですよね、うん、はい、混ざりました。あのね、この時のピザ用のチーズは小さいのがあった小さい方を買う方がここの穴に埋めるのにしやすいです。そうですね、うん、今ちょっと今見ながら分かりました。うっとか言うと、そうですね、はい、まああるものでいいんですけどね、はい、じゃあありがとうございます。いいですか。じゃあここへちょっとずつ置いていきましょう、はい、こちらからも。ではどのように乗せていきましょうか、はい、4つずつ焼きましょうか。その方が分かりやすいかな、はいはい、じゃあ、はい、ではこれでオーブントースターでね、もうね、このチーズの溶けるのとをきちんと見ながらね焼いていきます、はい、様子を見、これが様子を見ながら焼く。はい、お待ちください。ちょっといい感じに焼けてきたわよ。あ、もうとろける感じがいいですね。いいでしょう。グツグツ言ってます。さあ、私は上手に出せるかな。はい、ここに出していきます。はい、ちくわってちょっと焼くだけで本当に美味しくなりますよね。ちょっと焦げになったところが余計美味しそうよ、はい、出てきてくださいね。あ、ちょっと焦げになったところ美味しそうに見えますね。さあ、ここから2つの味付け、はい、っていうことでないんですけど、ちょっと青のりのコース、風味がでもいいですね、はい、あー、なんだか本当に青のりのコース、磯辺揚げのような、はい、青のりのコース、はい、じゃあほんのこれもしましょうか、はい、はい、ちょっと大人な唐辛子のコース、はい、あ、ほんまに唐辛子の大人なコースになってしまったちょっと辛いかもですが、ね、私は好きです。そう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 、青のりのコース、はい、この大人な感じのちょっと焦げになったところいいでしょう、はい、はい、出来上がりました。どうぞ。ちくわとも相性抜群、ツナマヨの美味しさを思う存分味わってください。
さあ最後はサラダです。季節の新生姜をたっぷり使ってツナの旨味といただきます。先生これはちょっとこう酢の物のような感じのさっぱりいただけるとね、はい、お酢の物みたいなんだけど、きゅうりをそのものにするんじゃなしにきゅうりの食感を生かしたサラダになってる。ちょっと区別がつかないんやけど、はい、あのきゅうりのなあのそのあの中の種を取ってね、はい、で外側のきゅうりの食感を生かしたサラダなんです。ちょっと新しい感覚だと思います、はい、それからツナ缶をあの水煮のツナ缶を使ってるのうまみも十分楽しむことができます。はい、はい、では材料をご紹介しますね。きゅうりと塩、そしてツナ缶です。ツナ缶は水煮のものをご用意ください。で新生姜、調味料の方は酢、砂糖、塩、すだちの搾り汁をご用意ください。ではきゅうりを切っていこうと思います。はい、コツがあるんですよね。コツってね、さっき言ったようにね、中のね種を取るのよ。きゅうりの種を取るってあんまりやったことないでしょうね。いつもだったらこんな感じで、はい、ヘタを取って輪切りにして塩で揉んで、はい、っていう風にするでしょ、はい、それはね、きゅうりの種って何よっていう感じでしょ、うん、です。きゅうりの種、きゅうりの種、はい、まず失礼半分に、きゅうりの種、種ね、これですか。そうだから、そうだから4本あっても、うん、中身がだいぶ抜けるのでそれほどでないですね。はい、ちょっとごめんなさいね。こうきゅうりの、あ、でもすごい爽やかな香りがいい感じね。え、きゅうりのみずみずしい。あ、でスプーンでこうほじっていく。そう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 、こんな感じ。なんでまた種を取るんですか。種取ったらね、もう本当に全然違うし食べ物になる。あのきゅうりが、そう、やっぱりこっちからがしやすいね。こっちからずっと、あまり意識したことなかったですけど、私もなかったです。でもこのサラダはね、はい、このきゅうりのこの種なしの食感を生かしたサラダなんです、はい、今からまあきゅうりってね、旬なものでね、あの安く手に入りますので、はい、ちょっとこんな贅沢もいいかなと思いますね、うん、種の部分にすごく水分が多そうなので、そうそう、うん、そうそうそう、いつもはそこをぎゅっと絞るところからそのもの始まりますけど、はい、このきゅうり自身の食感を生かして、うん、斜め切りなので手袋を履くとなんとかやんにくいわね。そうですね、やんにくいわねっていうかこんな感じでね、切っていきますね、はい、じゃあこちら持ってきて出していきましょう。へえ、ちょっと本当新しいですね、この切り方。そうでしょ、あのこの変な斜めの輪切りになったきゅうりって面白いですよね。そうですね、はい、私ね、指が短いだから手袋を切っちゃいそうよ手袋の先がね、はい、ではこういう風に切って準備をしていきますね。はい、はい、きゅうりが切れましたら、はい、塩を振って、うん、お塩軽く揉んでおきます。はい、これはね、5分から10分ぐらいね、あの塩をまぶしてから置いてください、はい、そしたらキュッとね水分取れるようになります。はい、はい、あとのお野菜は生姜ですね。はい、はい、こんな感じに千切りにしておいてください。はい、でお隣のツナ缶は汁気を取っておいてくださいね。はい、では作っていきましょう。はい、きゅうりはですね、はい、10分以上塩にまぶしておいておいてぎゅーっと絞りました。はい、でもしお家にサラシ布巾とかがあったらぎゅーっと絞る方がこういうふうにきれいに絞り切ることができます。はい、で食感を生かすので種を取ってきゅうり自身の食感を生かすのでこういう風な作業をしました。はい、では甘酢だれを作ってください。はい、お酢がたっぷりでしょう。そうですね、はい、お酢にお砂糖ですね。はいはい、本当に今回サラダということですが、うん、こう酢の物ぐらいのね、うん、お酢の量、そしてお塩です。はい、で、すだちですよ。もうね、来ましたね。嬉しい、ちょっと高いけどね、はい、新鮮なものを切ってすると美味しいというか、あー徳島の味だなと思いますね。そうですよね、やっぱり全然香りが違いますもんね。はい、いけます。いけますか。はい、混ざりました。はい、じゃあありがとうございます。ではツナ缶を乗せます。はい、でだいたい4分の1ぐらいなのでね、はい、もうちょっと使ってもいいかな。1分の1、こんな感じでね乗せるの。今度ねこれを乗せるの、その上に。ああ、もう食べるときは
崩しながら食べるのよ。でこうやってこうやって盛り付けるでしょ。そしたらね、京子さんが作ってくれた甘酢だれね、はいはい、いやなんかとっても涼しそうですね。上からね回しかける。いかが、いかが、ちょっとすだちのいい香りも広がり、新しいサラダです。そうです、はい、どうぞ。きゅうりの食感が美味しい甘酢サラダ、新生姜の食感とすだちの香りが効いた爽やかな初夏の味、ぜひお楽しみください。ツナ缶を使った簡単おかずレシピが3品出来上がりました。先生、もうツナというとそのまま食べても美味しいですが、それをさらにおかずに使うと本当によりおかずに深みが増すんだなというのがよく分かりました。便利ですので、これからですね、今まで以上にお家にストックしておきたいなと思いました。では今日のレシピのポイントお願いします。3品の中でツナ缶をいろいろ使ってみました。油も使うもの、それから油の中にあるけれど油を切って使うもの、それから水煮を使うものというふうに3通りの使い方をご紹介しました。で体調とかこうなんとお好みに合わせてそこら辺を上手にお使い分けいただいて、常にストックしておくと便利なものなので、ぜひそこら辺を使い分けていただけたらいいのではないかと思います。はい、今日ご紹介したお料理はツナの旨味で出汁いらず、かぼちゃとツナの煮物、そしてツナマヨにとろけるチーズが美味しいちくわのツナマヨ焼き、そして最後は初夏の美味しさが詰まったきゅうりの甘酢サラダ、以上3品です。今日ご紹介したお料理ならどなたでも簡単に作っていただけます。ぜひ挑戦してみてください。ではでは皆さんご一緒に、せーの、レッツクック。